先週金曜日、玉須田地区で行われた2軍戦で、右太もも裏の怪我で戦線を離脱していた柳田悠岐が、およそ4ヶ月ぶりに実戦復帰を果たしました。元気な姿を一目見ようと駆けつけた多くのファンに見守られる中、2番 DH でこの試合2打席に立った柳田。注目の第1打席。柳田らしい豪快なフルスイングを見せます。そして第3球、芯に当てられたという打球は勢いよく伸びますが、惜しくもライトフライ。続く第2打席はレフトフライに倒れますが、1軍復帰に向け順調な回復ぶりを見せました。ありがたいことに、はい、たくさんの方が応援に来てくださって、感謝しています。これから2軍の試合に出ると思うので、まあ、今優勝争い2軍もしている、その中で今日は打てなかったですけど、チームの、ためにね、打てる努力をしていきたいなと思います。そして土曜日、筑後で取材する森福さんの姿も。この日も2打席に立ち、ヒットは出ませんでしたが、一塁ベースまで全力疾走する元気な姿が見られました。まずは打って走って、次の日どういう状態かっていうチェックの段階だと思いますので、まあ、打ってね、走ってる姿も問題なさそうな感じがするので、こう野球ができてる姿をね、見れるのが今は一番なのかなと思いますけどね。